大学生になって最初から一人暮らしはきついので下宿にすると言ったとき、率先して下宿選びを手伝ってくれたじいちゃん、今は個人の若き日の体験談。昭和20年のこと、18歳のじいちゃんは父親と衝突して故郷を飛び出し単身上京したが、勤め先で訛りを散々バカにされ昇進の日々を送っていた。じいちゃんが入った下宿屋には同じような若者が大勢いた。そんなじいちゃんたちの母親代わりとなったのは下宿屋のおばちゃんだった。お祖師様の熱心な信徒さん、じいちゃんにはそう見えただったそうで、そんなこともあってか孤独なじいちゃんたちに何くれとなく世話を焼いてくれた。そんなある日のことを、おばあちゃんが妙に熱っぽい目つきでじいちゃんに言った。日曜にちょっとした寄り合いがあるんだけど、あんた一緒についてきてくれる？じいちゃんはめんどくさかったが暇だったので同行すると、集会所のようなところで大勢の人が変な経典っぽい本を読んだり、狂ったようにお題目を大合唱していた。じいちゃんは戦時中、疎開先の近所から朝晩聞こえる T 教の助けたまえの歌がうるさくて仕方なかったことを思い出して猛烈に嫌な気分になった。だからその後はおばちゃんに誘われても何かと理由をつけて断っていた。おばちゃんはじいちゃんにずっとつきまとうかと思いきや、意外にもあっさり引き下がったので、すっかり安心していつもと変わらない生活を続けていた。それからしばらく経ったある日の夕方、勤めから帰ったじいちゃんが角を曲がると、下宿の中から大音量でお題目が聞こえてきた。今度は自分の家で寄り合いか、うるせえなあと思いつつ、玄関の格子戸を開け靴を脱いで茶の間をひょいと覗き込んだじいちゃんは仰天した。おばちゃんを中心に演座していたのはじいちゃん以外の下宿人全員だった。じいちゃんはようやく気がついた。この春下宿に入居した人間はじいちゃんを除いて全員おばちゃんに洗脳されてしまったのである。今や外堀を埋め切ったおばちゃんは玄関にいるじいちゃんを見るとにっこり笑った。もうあんた一人だけだよ、いつまでも意地を張っても仕方ないよ。そう言いながらおばちゃんが立ち上がると、下宿人たちも一斉に立ち上がった。そして全員が玄関にいるじいちゃんをまっすぐ見つめ、捕まえようとずんずん迫ってきた。もうここにはいられない。じいちゃんは履物をつかんだまま廊下に上がると、彼らを投げ飛ばしダットのごとく2階に駆け上がり、自室のドアに錠をかけた。ボストンバッグに金目のものを大してなかったが、を詰め込むと窓から屋根伝いに脱出して同郷の先輩のうちに駆け込んだ。宿なしになったじいちゃんは下宿とは完全に連絡を断ち、その家の納戸に寝泊まりしていたが、おばちゃんはあの手この手でじいちゃんを抱き込もうとしつこく迫ってきた。最もつらかったのは、事故ってしばらく入院した時にどこで調べたのか、医者か看護婦に信者がいて手引きしたおばちゃんが花束持って現れて、ベッドで動けないじいちゃんに毎夜法話みたいなものを続けてたこと。退院後は自分のせいで迷惑かけないように先輩の家も出て、会社の倉庫の鍵のかかる2畳くらいのスペースに寝泊まりする日々。どこにいてもおばちゃんの手先がいるような気がして、ノイローゼ寸前だったが、なんとか持ちこたえた。工房は半年余り続いたが、次の年の春になると唐突に止んでそれっきりだった。多分新しいやつが下宿に入ったんだろうが、なんとかじいちゃんは逃げ切れたのだった。